藤ささらです。鈴木つづみです。今回の動画は、ラリー・フィンク CEO の発言についてです。世界最大の資産運用会社である、ブラックロックのラリー・フィンク CEO が、2023年7月6日に FOX ビジネスという番組に出演して、現物のビットコイン ETF やブロックチェーンについて語りました。ラリー・フィンク CEO が語った内容を紹介していきます。ぜひ最後までご視聴くださいね。このチャンネルでは仮想通貨に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。では、早速本題に入ります。ラリー・フィンク CEO の発言。ラリー・フィンク CEO が、現物のビットコイン ETF とブロックチェーンについて、語っている箇所を抜き出して紹介します。現物のビットコイン ETF について、番組の司会者は以下のように述べました。私たちの規制によれば、具体的なことには触れられませんが、iShares と承認に関連するトラックレコードを見ると、これらの申請はどのように進行するのでしょうか？かかる時間はどれくらいで、上場予定の ETF が受け入れられる可能性はどれくらいですか？ラリー・フィンク CEO は以下のように述べました。私たちは長期投資家にとって正しいことをしようと努めています。私たちは規制当局と緊密に連携し、どのような問題があるのか、それらの問題をどのように解決できるのかを聞きたいと思っています。具体的な申請について詳しくは言及できませんが、グラフがかなり良い結果を示していると思います。私たちは長い間規制当局と協力しており、申請が承認される日を待ち望んでいます。その日がいつなのかはわかりませんが、過去のように規制当局と協力し、申請が承認されることを望んでいます。要約すると、私たちは昔から SEC とは緊密に連携、また協力しており、申請した現物のビットコイン ETF に関して、どのような問題があるのか、また問題があるのであれば、どのように解決できるのかを聞きたいと思っている。現物のビットコイン ETF がいつ承認されるかはわからないが、いつものように SEC と協力して、申請が承認されることを望んでいると、ラリー・フィンク CEO は述べました。至って模範的な回答だけど、問題があれば、どのように解決できるのかを聞きたいというところに、ラリー・フィンク CEO の余裕というか、ブラックロックと SEC の関係性が見え隠れした気がするよ。他の資産運用会社であれば、申請した内容のどこに問題があるのかを尋ねても、SEC は答えてもくれないだろうけど、このラリー・フィンク CEO の話しぶりから想像するに、ブラックロックであれば、SEC から問題を聞き出すことはたやすいという感じがしたよ。やっぱり、つづみちゃんの洞察力はすごいな。私だったら気づかないようなことにも気がつくんだもんね。私なんて大したことないよ。特にビットコインに関しては、私たちは製品のデジタル化を信じています。ETF は投資信託業界の大革命であり、実際には投資信託業界を牛耳っています。私たちは、資産や証券のトークン化が可能であり、それがビットコインの本質であるため、金融を再び革新できる可能性があると考えています。要約すると、ビットコインは資産や証券のトークン化が可能であり、金融を革新できる可能性があると、ラリー・フィンク CEO は述べました。ビットコインのブロックチェーンを使って、資産や証券のトークン化をするという感じの発言をしているけど、ここはビットコインということではなくて、ブロックチェーンの可能性を話していると捉えるべきかな。そうだね。多分そういうことのような気がするよ。私たちはこれを、投資家により良い投資環境を提供するための、一歩として捉えており、株式の一部、つまり投資のコストを民主化するために、株式の一部を提供することを目指しています。過去10年間で、iShares ETF のコストを 30% 引き下げました。私たちがやろうとしているのは、すべての暗号通貨とともに、それをより民主的にし、投資家にとってより安価にすることです。現在のところ、暗号通貨の売買価格差は非常に高額であり、それによって述べたリターンの大部分が削減されています。ビットコインの取引には現在多額の費用がかかり、それから脱出するためにも多額の費用がかかります。私たちは、私たちの規制当局がこれらの申請を、
暗号通貨を民主化する手段として見てくれることを望んでいます。要約すると、現在のところ仮想通貨の取引には高額な費用がかかり、私たちはそれを安価にしようとしていますと、ラリー・フィンク CEO は述べました。特に日本の仮想通貨取引所の手数料は高すぎるからね。手数料は無料を謳っていても、スプレッドが広い場合があるし、ブラックロックはそこに目をつけて、私たちならビットコインの売買を安く提供できると言っているんだね。あ、ちなみにスプレッドというのは、買い値と売り値の価格差のことです。例えばビットコインの買い値が420万円で、売り値が400万円に設定されているとしたら、スプレッドは20万円ということになります。この場合だと、ビットコインを買ってすぐに売ったら、それだけで20万円損することになります。日本の仮想通貨取引所の販売所はこのパターンなので、販売所ではなく板取引の取引所で売買することをお勧めします。販売所は売買方法が簡単であるというメリットもあるから、少額で利用して取引になれるという使い方もありますが、多額の場合は販売所を利用されない方がいいと思います。ビットバンクは手数料を安く抑えることができる。板取引が充実しているのでおすすめしています。ビットバンクへのリンクは説明欄に記載しております。ビットバンクの紹介、お疲れ様。なんだか、こういうのは緊張するね。あはは、そうだね。ブラックロックは、現状の仮想通貨取引所の問題点を挙げて、私たちならそれを解決できるというわけだね。こういった発言一つとっても、よくリサーチしているなという感じだね。まあ、世界最大の資産運用会社だから、当然といえば当然だけどね。ブロックチェーンについて、番組の司会者は以下のように述べました。これからの将来、それがどのように進展するかを見ていきます。以前はあなたもビットコインに対して懐疑的でしたよね。バフェット氏のように、ビットコインに対してスケプティックな人もいましたが、あなたは最初は懐疑的でしたよね。ラリー・フィンク CEO は以下のように述べました。はい。最初は懐疑していました。なぜなら、ビットコインは違法な活動に乱用されていたからです。しかし、よりアクセスしやすくなり、またビットコインの役割は金をデジタル化することであり、インフレや通貨の価値低下など、あらゆる国に対する保護手段として、金に投資する代わりに、ビットコインに投資することができると信じています。ビットコインは国際的な資産であり、特定の通貨に基づいていないため、人々に代替資産を提供できるのです。ブラックロックの基盤は、明日が今日よりも良くなるという希望に基づいています。要約すると、ビットコインはデジタルゴールドであり、インフレや通貨の価値低下などの問題に対して、ゴールドの代わりに投資することができる。ビットコインは国際的な資産であり、特定の通貨に基づいていないと、ラリー・フィンク CEO は述べました。ビットコインはデジタルゴールドだと言われて久しいけど、世界最大の資産運用会社ブラックロックの、ラリー・フィンク CEO がこれを言うことの意味は大きいと思うね。ビットコインはデジタルゴールドです。ゴールドの代わりになり得る国際的な資産です。という風に顧客に宣伝してくれるだろうし。これはもう爆上げへの期待が止まらないよ。ササラちゃん、目がお金マークになってるよ。おっと、ごめん。そういえば、まだ ETF が承認されると決まったわけではないから、過度な期待は禁物だね。そういうことだね。しかし、デジタルコインの価値とは別に、ブロックチェーン技術自体には利用価値があると考えています。ブロックチェーンは取引プロセスを加速するのに役立ち、買い手や売り手の情報を特定するのに役立ちます。純粋なブロックチェーンがあれば、託送業者は不要になり、金融のプロセスの一部の中間業者は取り除かれるかもしれません。これが私たちが研究している理由です。まだその段階には至っていませんが、それは技術の進歩です。AI の周りの興奮と AI ができることも同じです。要約すると、デジタルコインとは別に、ブロックチェーン技術自体に利用価値があります。ブロックチェーンは買い手や売り手の情報を特定できたり、中間業者が取り除かれるかもしれず、これが私たちがブロックチェーンを研究している理由です。まだその段階には至っていないが、技術の進歩により解決します。AI についても同じことが言えますと、
ラリー・フィンク CEO は述べました。ブラックロックはビットコインだけではなく、ブロックチェーン自体にも興味を示しているね。ブロックチェーンを利用することで、中間業者を取り除いて顧客に商品を安く提供する。そしてブラックロックはそこから利益を得る。ようやく世の中の企業が、ブロックチェーンを利用したビジネスを、実行に移し始めたんだね。そうだね。ラリー・フィンク CEO が、最初に資産や証券のトークン化という話を、なぜしたのかということが、これで分かったよ。ブラックロックは、これまで取り扱っていなかったような資産をトークン化して、それを顧客に売りたいというわけなんだ。顧客にとっては、中間業者が取り除かれている分安く売買できるし、ブラックロックはそこから利益を得ることができる。その売買を活発にするためには、ブロックチェーンの王様である、ビットコインを無視するわけにはいかない。現物のビットコイン ETF をいわば宣伝等として、資産のトークン化ビジネスを加速させていく。そういった大きな絵を描いている可能性があるね。すごいよ、つづみちゃん。ブラックロックの野望を見透かしてしまうなんて。そんなことないよ。全部、ラリー・フィンク CEO が言っていることだし、私の妄想が加速してしまっただけなんだ。まとめ、いかがだったでしょうか。ラリー・フィンク CEO の発言から、いろいろ想像を巡らすのも楽しいのではないでしょうか。皆さんは、ラリー・フィンク CEO の発言から、何か気づかれたことはありますか？もし、何か気づかれたことがあれば、コメント欄で教えてくださいね。最後に少しご案内をいたします。最近、バイナンスや OKX といった海外仮想通貨取引所、日本人が利用できなくなる事例が出てきました。そこで、突然取引所を使えなくなるという心配のない、国内仮想通貨取引所の口座を、開設されてみてはいかがでしょうか。説明欄におすすめの仮想通貨取引所へのリンクや、ブログとツイッターへのリンクを記載しておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは仮想通貨に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。